えー、シリーズ映画あるいは一人の監督一人の俳優の作品で、まあ、忙しいんで一本だけ見たいっていう場合何見たらいいかを一緒に考えている「育中的映画生活この一本、えー」今回のテーマは木村拓哉主演映画です木村拓哉も実はこの11月で50歳、えー、ですね今から6年前の2016年の8月でしたっけスマップの解散 騒動の時いろいろ矢面に立って叩かれてかなり逆風にさらされていた感があるんですが2019年の秋冬に放送された「グランメゾン東京」という、まあ、シェフを演じたドラマが久しぶりに木村拓哉らしい役で好評でしたし、えー、中身もすごい良くて令和に入ってからのあらゆるレンドラの中で一番面白かったドラマだと思うんですが。<laughs> その直後に2020年の正月フジ、えー、テレビが2夜にわたって放送したスペシャルドラマの強情で「の教場」で今度は逆に木村拓哉らしからぬこれが木村拓哉っていうような役を演じてまたすごいこれが高視聴率高評価ででさらにその直後初めてやったワンマンライブがまたすごいいい出来でお客さんも殺到してここでもう完全に木村拓哉復調したって感じで,でもうどんどん CM も増えてテレビで見てたら全盛期より CM 流れてますよね木村拓哉が出てる CM っていうのは。 これぐらいだから、長期にわたってそのトップの座を維持しているスターって、ちょっと日本の実は芸能市場で例がありませんね。で、そんな木村拓哉の出演映画の話です。 アメリカにですねリー・ストラスバーグっていう俳優この人はあの「ゴッドファーザーパート2」でハイマン・ロスっていうすごい悪役演じた名優中の名優ですけどこの人が主催しているアクターズ・スタジオって聞かれたことあるかもしれませんけど古くはジェームス・ディーンマーロン・ブランドポール・ニューマンスティーブ・マックイーンダスティン・ホフマンアルパチーノロバート・デ・ニーロメリル・ストリープもう挙げたらキリがないぐらいの名優を生み出してる俳優養成機関なんですけどこれ日本でアクターズ・スタジオに匹敵するぐらい名優を送り出してる俳優養成機関ってないかなと思ったら。 一つありますね。期間じゃないんですけど、蜷川幸雄さんですね。萤川幸雄さんは、まあ、学校で。教えたっていうだけじゃなくて、その自分が舞台で鍛えた、映画で鍛えたっていう人まで含めたら、すごいですよ。例えば、松重豊、吉田鋼太郎あたりを筆頭に、小栗旬、藤原竜也。吉高由里子、高畑充とか、で、木村拓哉も、実は蜷川幸雄に教えをこうた。人ですね。1989年に日生劇場で上演された盲導犬っていう。 SMAP、えー、結成1年後だったと思うんですけどこれで出演したあの舞台で蜷川行の演出で蜷川行に鍛えられてますね。でこの芝居は1973年これ上演されるよりも16年前に唐十郎が蜷川のために描いた新宿の地下のコインロッカーを舞台にしたあの演劇でもう文字通りだからアンダーグラウンドアングラ劇なんですけどここでもう鍛えに鍛えられて後にあの自分のラジオで「 あの木村拓哉がコインロッカーの前を歩くだけであの気持ち悪くなるぐらいボロボロにされたとか自分がもしも蜷川幸雄という人に出会わせてもらえてなかったらもう今この仕事やってないともなぜならそれより前は仕事舐めてたからって発言してるんですね。だからもう 木村拓哉にとっての大きなこう転換点になったのはこの蜷川幸雄との出会いだったんじゃないかと思うんですが人気がドンと出たのはスマップ結成後1992年の10月クールに出た「アスナル白書」っていうこれは北川由里子脚本サイモンフミさん原作のこのドラマの10月18日に放送された第2話「トリデッて役をやってたんですけどここで石田由里子をバックハグして俺じゃダメか?」って言ったこの場面でまあ日本中の女の子がキュンとしちゃって。 こここで人気ががと上がってでこの人気を確定したのが翌年出た、えー、萩原雅人深津絵里鈴木安住武田信治なんかと出た若者のすべてでさらにその2年後、まあ「ロングバケーション」というドラマで社会現象にまでなるんですね。 でこの3本のドラマ「アスナロ白書」えー「若者のすべて」「ロングバーケーション」って木村拓哉本人にとってもものすごく思い入れのあるドラマそのさっき言った初めてのワンマンライブではそれぞれのドラマの主題歌藤井フミヤの「トゥルーラブ」えー「ミスチルの『トゥモローネバーノーズ』それからく久保田利信のラララララブソングを自分で歌ってたそうですよだから自分にとってもすごく愛着があるドラマなんでしょうでこの「ロングバーケーションの後」のあと楽曲はもう木村拓哉のドラマっていうと 超一線のエース中のエースの演出家を当てエース中のエースの脚本家に脚本を書いてもらいそして当代の人気俳優名優を共演に持ってきたのでダメな作品が一歩もない,もない全部そのクールで一番いい出来のドラマという時代が続きますね。で あの木村拓哉の出演ドラマで平均視聴率ベスト5というのがこの「ヒーロービューティーライフラブ・ジェネレーショングッド・ラック」全部平均視聴率がこれ430%超えてるんですよ平均がですよ一番批評家っていうか評論家プロ筋で評価が高いのはこの「ロング・バケーション」だと思うんですがまあ他ももう全く損傷がないと思いますね例えばですけどこれ「ラブ・ジェネレーション」って実はこれ松たか子がやった役が女の子にとって相当うざい役だったんで。 あのラブジェネレーションあんまり好きじゃないっていう女性意外に多いんですけどもまあこう今見るとでもこれも傑作ですね大竹一の主題歌の使い方とか抜群に上手いし藤原紀香がやった松坂子の友達の役なんて藤原紀香の一世一代の当たり役だと思うんですがこれで人気もガーンと出たのでこの「ビューティフルライフ」ももう捨て難い。 が個人的に僕木村拓哉の主演ドラマでナンバーワンは何が一番好きかと問われればグッドラックですねこれは全日空の,あの操縦士を演じたドラマなんですけどこれ井上美子脚本なんですけどこの脚本は素晴らしいですね。もう前話にすごい いいセリフがあって第3話だったと思うけど塚山雅音さん演じるこれ日本一声のいい声優もやられてる日本一声のいい機長と横に乗った木村隆の副操縦士が、まあ、機内でこう悶着があったので塚山さんが演じられている機長が木村隆に向かって「君は噂通りだな」って言うんですよ。で木村隆哉は噂「って聞くと「バカで熱くて頑固者」っていうことだよ。すいません。いやバカは困るが熱くて頑固者は空の男の伝統だ。 まあ大切にするといい。めちゃめちゃかっ好よくないですかこれ。もう何十回見たか分かんないですけどね。もう全話そういうあのしびれるセリフ。も、ま、う、あ、これごめんなさい。あのグッドラックのしびれるセリフの話をし始めるともう止まんなくなっちゃうんで。木村拓哉ドラマにはまあ、まあ、あのハズレがない。 そんな木村拓哉ドラマでちょっとまあ陰りが出てきたって言われ始めたのが2010年の月の恋人っていうこれも月スですけどからだったんじゃないかと思うんですがここが視聴率が16%台にとどまってあれみたいな感じで未来へのテンカウントも平均視聴率が11%台だったと思います。ただこの頃1990年代後半から2000年前後の平均視聴率と今の若者のテレビの接触時間っていうのはもうネットにとらえて 半分以下になってるんで、まあ、視聴率が下がってるのも、まあ、それは無べになるかなと思いますし実は同じクールで他のドラマと比べた場合に木村拓哉主演ドラマがその年の平均視聴率でベスト5に入らなかったドラマ「アンドロイドって」アンドロイドっていう、えー、TBS のドラマがこれが2013年の15位だったんですね年間の。 これが全部ベストファイブですよ。ベストファイブに入ってるんですよ。木村拓哉ドラマっていうのは。だから視聴率的にも決して落ちてるわけではないと思いますね。こんだけ長い期間トップだったって人がいたであろうかっちゅう話ですねで。世の中には木村拓哉は何を見ても同じだっていう人が結構いるんですよ。まあ、そういう人は武士の一文も教授も見てないで、そういうこと言ってんだろうなと思うんですが、何を見ても同じっていうのは、スターにとっては最高の褒め言葉ですよ。 よく一般の人がね作品ごとにもう乗り移ったように違うキャラクターを演じるのがいい俳優だっていうふうに思ってらっしゃる方も多いでしょうけども、まあ、それはまあ全ての作品を一つの自分のキャラクターで演じることが許されない演じることができないすごく誤解を恐れずに言えば演技は超一流だけど人間性は二流って人の生きる道で人間性が一流だったらみんなその人見たいわけだからあの何やっても同じっていうのは実は最高の褒め言葉だと思いますよ。 プロデューサーはそのスターに合わせて企画を出しますし脚本家はスターに合わせて本を書きますから大昔からあのジョン・ウェインの昔からジェームスチュアートトム・クルーズ、えー、日本で言ったら三船敏郎高倉健渥美清、えー、石原裕次郎、えー、どの名優、えー、も何に見ても同じですね。これが一流のスターだと思うんですが木村拓哉という人は蜷川永久に育てられたものすごい演技校舎で。 あらゆるドラマの演技は木村拓哉以前と以後に分かれると言ってもいいぐらいの大きな変革をもたらした人ですねあの芸能界屈指の演技上手芝居講者といわれる香川照之さんあのこう言ってます木村拓哉が発する言葉は台本に書いてあるセリフには全く思えずまるで今自分実際に彼が思っていることそのままリアルに話しているように感じ画面に釘付けになった。 照之のこの指摘って木村拓哉の,その演技の本質を語っていると思いますねつまり最高の技術でまあ最新の注意を払って芝居をしていないような芝居に見える芝居をしているっていうんですかねスーパーナチュラルこれ実はアクターズスタジオな感じですけどねだから木村拓哉の後ってみんなスーパーナチュラルな芝居をするようになってまあテレビドラマの演技が若手俳優の演技が変わっちゃったんじゃないかと思います。 えーまあ、テレビドラマでの格カク,カクたる実績に比べると木村拓哉の映画っていうのはいささか印象ががちょっと薄いような気がします、ね、実はデビュー間もない時に「えー、シュート」っていう映画と「君を忘れない」だっけな、えー、2本出てて、まあ、その後このドラマに専念しておそらくマネジメントサイドはこの時に満を持して映画に出して世界的なに進出しようぐらいのことは考えていて。 だかから8年間映画に出てなかったですこのもうヒットドラマを作り続けている時に8年間映画からご無沙汰してやっと「シュート君を忘れない」に続いて第3番目に出た映画がウォン・カーワイですよウォン・カーワイの「2006」という映画に出て5年後にはトラン・アン・ユンの「I come with the rain」というまあ映画に出ていますところがですねこのウォン・カーワイとトラン・アン・ユンは大監督ですけども、まあ、娯楽の職人ではないから。 すごいお金がかかった映画ではあったんだけど、まあ、あの映画館に行った普通のドラマファンの女の子は「はっっ?」あて思ったような映画で映画的にはちょっと興行的には「だだ滑りえ」じゃあ木村拓哉の映画としてこの一本は何かっていつも見ているこのヤフーフィルマークスの,あの皆様の評価で一番高いのは実はマスカレードホテル3年前のマスカレード。 ホテルです一番評価高いんですけども木村拓哉らしい映画ということで僕はこの2007年の「ヒーロー」の第一作を挙げておきたいと思います。 あのこの監督はついこの間この番組に出演してくださったばかりの,あの鈴木正之監督ですし29歳のクリスマスに始まって「王様のレストラン」「ショムニ」「ヒーロー,、えー」つい最近だと「ラジエーションハウス」がもうヒット作をあまた世に送り出している脚本はあのガリレオの福田康さんこの方もついこの間この番組に出演してくださいましたが。<laughs> あの僕最も尊敬してる作家であの、まあ、東大一の映画の見合者見るセンスを持った小林信彦という作家が以前「週刊文春」に連載していたそのコラムでこの「ヒーロー」を取り上げてこれテレビドラマの方のファーストシーズンの最終回の「ヒーロー」について日活全盛期の小林晃と朝岡瑠璃子の映画を見た思いっていう。 まあこれ小林さんにとっては大絶賛ですね、劇場笑、えー、していましたで、今見ても確かにあの見応えのあるドラマもいいし映画も面白いですね、鈴木監督というのは実は木村拓哉の映画を4本も撮っている、もう一番たくさん一緒に仕事をしている監督なんですけども、えー、本弘克行監督、踊る大捜査線の監督がこの前、日本のジョージ・ロイヒルだって言ってましたね、小林あの鈴木正行監督のことを。 鈴木彦監督はもうとにかくその病的なまでにシンメトリーにこだわって左右対称にこだわった絵作りとかそれから普通映画じゃやっちゃいけないというカメラ目線のカットバックあの切り返しとかもうすごい個性のある絵作りをする人なんで一目でもう鈴木演出ってわかるんですがしかしテレビで鍛えられた人だけあってこのトラン・インとかウォン・カーワイと違ってやってるテクニックがちゃんと商品になっている。 そういうい意味で、まあ、確かにジョージ・ロイヒルっぽいですねジョージ・ロイヒルもすごい実験的なことやっててもちゃんと娯楽になってるからそういう意味で言うとこの鈴木雅之演出というのもこう堪能できるヒーローの一作目というのが木村拓哉をまず見るんなら一番いい映画ではないかと思いますのでぜひ見てください空論を論じ合うってないじゃないですか今いかにもそれが時代の象徴だな予言みたいなものもこの討論会の中にあるんです 僕が一番面白いと思うな、うん、それから50年ぐらいの時間が経過してますチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします